高化学スモックに覆われたメキシコシティ市街、遠くの街並みと水平線が霞んで見えない。高化学スモックとは、オゾンやアルデヒドなどからなる気体成分の光化学オキシダントと、硝酸塩や硫酸塩などからなる固体成分の微粒子が混合して、周囲の見通しが低下した状態を言う、高化学オキシダントを主成分とするスモック、健康に影響を及ぼすことがある。 大気汚染の一種、工場や自動車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化水素が日光に含まれる紫外線により、光化学反応を起こして変質しおゾンなどが発生する。夏の暑い日の昼間に多く、特に日差しが強く風の弱い日に発生しやすい。光化学スモックが初めて発生したのは1940年代のアメリカカリフォルニア州のロサンゼルスとされている。 ロサンゼルスは、盆地の中にあって、大気汚染物質の対流が起きやすい、地形条件にあることに加えて、人口が1920年から1940年にかけて3倍、1940年から1958年にかけて2倍と急速に増加していくのに伴って、産業の拡大や自動車の増加が大気汚染を深刻化させていた。当時知られていた。 主な大気汚染物質は、梅園二酸化加用であり、これらを法的に規制することが行われたが、被害の悪化は防げずにいた。1943年9月8日には、昼間でも薄暗くなるほどの高濃度のスモックが発生し、呼吸器障害や、催涙性の刺激などの健康被害が広い範囲で発生した。1944年には植物への被害が初めて報告され、 1949年には農作物への大規模な被害も発生した。当時知られていた大気汚染は主に石炭の燃焼が原因で冬の朝を中心に発生する黒いスモックであるがロサンゼルスのスモックは夏の昼間を中心に発生していて白色だったため白いスモックと呼ばれた。後の研究により高濃度のオゾンや窒素酸化物が観測されることがわかり日光を受けた。 原因物質が高化学反応を介して、オゾンを生成するメカニズムとともに、自動車の排出ガスなど石油類の燃焼が原因であることが分かり、光化学スモックと呼ばれるようになった、光化学スモック注意報発令を知らせる、看板日本で光化学スモックによる被害が初めて明らかになったのは1970年の東京立小中学校、高等学校の事例とされている。 1970年7月18日、神奈通りの近くにある東京立小中学校、高等学校の生徒43名が、グランドで体育の授業中に目に対する刺激、喉の痛みなどを訴える被害を訴えた。後の東京都の調査によって、高科学を騎士団とによるものということが判明して、以来、公に注目されるようになった。ただし、1965年頃に、 近畿や四国で1969年1970年に関東でそれぞれ報告されていた農作物の反転などの被害が後に光化学スモックによるものであったと判明しているようにそれ以前にも被害はあったと考えられる。1970年の初報告以来日本国内では高化学スモックが多数報告されるようになった。 高価学スモック注意報などの発表のべ日数は1973年に300日を超えてピークに達している。その後減少し1984年には100日以下となる。しかし再び増加して1980年代後半以降は100から200日前後を推移し2000年と2007年には200日を超えている。高学オキシダントの濃度も 2006年から2010年の5年間で環境基準を達成している地点は0.2から0%とほとんどなく、平成24年の環境白書でも依然として低い水準とされている。また2000年前後から、津島などの離島や西日本、日本海側などで大陸から越境輸送された汚染物質が影響したと推定される高化学オキシダンとの高濃度事例が発生して、 問題となっている。2002年には、千葉県で国内で18年ぶりとなる、光化学スモッグ警報が発表されている。症状、編集光化学オキシダントの諸成分によって、目や喉、皮膚などに刺激症状が引き起こされる。これらの症状を、光化学スモッグ障害と呼ぶ。主な症状は、以下の通り、オゾン層が有害な紫外線から地球を守っていることなどから、 オゾンは体に良いという誤解があるが、オゾンが強い酸化力を持つ点を利用して、殺菌、消毒に用いられることからもわかるように、生物にとっては毒にも薬にもなり得る。予防、編集光化学スモック注意報や警報が発令された場合、また症状を感じた場合は、窓やカーテンを閉め外出を控えること、運動を行っている場合は中止して屋内に入ることが対策となる。 特に、帰還自喘息の罹患者や、起用者、乳幼児、高齢者、病弱な方は、健康な成人よりも影響を受けやすい可能性があり、注意を要する。有害流す成分は市販のマスクなどでは除去しにくい、注意報などが発令された時に、洗濯物を干していた場合、夕方までそのまま干し続けるのが良い。対処、編集目や、喉、皮膚などに、 光化学スモック障害の症状が現れた場合、軽症であれば、洗顔やうがいをしたり、皮膚を洗い流したりすることで対処可能。洗浄後、正常な空気の室内で安静にしていれば、おおむね症状は消失する。息苦しさを感じる時や洗顔、うがいをしても症状が良くならない時など、中等症以上の場合は内科を受診することが推奨される。重症の場合には、 酸素吸入を行うこともある。なお、東京都など自治体によっては、こうした公害による健康被害の医療費を助成している場合もある。詳しくは医療機関等に尋ねる必要がある。また、保健所や都道府県は被害状況の調査を行っており、症状を感じた場合は、保健所や自治体の環境担当部署に連絡することが進められている。 植物に対する影響で問題視されるのは、主にオゾンとペルオキシアセチルナイトレートである。オゾンは植物の葉に白藩、活藩を生じさせるほか、ひどい場合には葉が枯れ落ちる。また、肺外でも色素の形成に異常をきたすことがある。このほか、パンは葉の裏面に金属のような光沢を生じさせることがある。通常は汚染を受けてから2日から3日で現れそれ以降は、 進行しないという経過をたどることが多いが、高濃度の汚染や感受性が高い植物の場合は、数時間の暴露で影響が生じるという、アメリカで行われたナショナルクロップロスアセスメントネットワークのオゾンの濃度と収量の関係をまとめた研究報告によると、主な農作物の中では、稲やトウモロコシは減収率が小さい一方、大豆や春小麦は減収率が大きい。 注意報、警報が発令された地域の小中学校などでは、体育の授業が自粛される場合がある。これは、運動会や体育大会においても、同様の処置が取られる。米国では1940年代に、ロサンゼルスで、光化学スモックが多発し、その原因が自動車の排ガスと判明したことから、1950年代には、排ガス浄化触媒の研究が始まった。 1966年にはカリフォルニア州で自動車排ガス規制が始まった。1968年には日本で大気汚染防止法が制定された。詳細は大気汚染注意法光化学スモッグを参照日本では高濃度の光化学オキシダントが観測、予測される場合、各都道府県が、高化学スモッグ注意法、高化学スモッグ警報などを発表する。 これらは高価学スモックの危険度を示すものであり、大気汚染防止法に基づき、高価学スモック注意法、高価学スモック重大緊急時警報が発令される。また、各都道府県が独自の判断に基づき、高価学スモック予報、高価学スモック警報を出すこともある。高価学スモック注意法は、高価学オキシダント濃度の1時間値が 0.12ppm 以上かつ、 気象条件などから見て、今後もその状態が継続すると考えられる場合に、発令する。また地域によっては、1時間値が 0.12ppm 以上になると予想される場合に、高化学スモック予報が発令される。高化学スモック警報は、地域により基準が異なり、一般的には高化学オキシダント濃度の1時間値が 0.24ppm 程度を超えた場合に発令される。 高科学スモック重大緊急時警報は 0.40ppm 以上の場合に発令される。これらが発表された場合、学校や公共施設などに情報に応じた色の掲示板や上りを立てて知らせるところが多い。一般に予報は緑色、注意報は黄色、警報はオレンジ色、重大緊急法は円次色となっている。またこれらの前の段階で翌日に 光化学スモッグの発生が予想される場合は、全国を対象に全般スモッグ気象情報を、当日に発生が予想される場合は、各地方を対象にスモッグ気象情報を、それぞれ気象庁が発表する。ありがとうございます。